はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長の野望大使、ウィズパープキット。これは、天下布武シナリオの、あれですね、今川宇治田の編ですね。第3話になるかなっていうところです。はい。志果たさずして、ね、とばっちりで、六角さんがね、あれです。全然動きしたってところですね、六角さんにね。まあ、援軍送ってきたからしょうがないです、ね。甘く見ていたようですね。甘く見ていたようです、本当に。うん。六角さん自体も、出陣します。こっち甘く見てたんじゃないのかな。うん。この城、払い受ける。お、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。明田さんの方もなんかちょっと取れたね。かたじけない。そしたら、これこっち向かってるから、じゃあこっち行こうか。これあれだよね、武田さんの本場だよね。出陣するぞ。ちょっと行こうか。じゃあ進めとこう。ちはイケメンは包囲36日で終わるんだよね。うん。六角さんの方行く？行っちゃう？六角さんの方。兵糧がきつそうだよね。8000ぐらい。8000ぐらいで持ってってもね。ついてこい。信玄の方は、ちょっと、あれだね。使いの者が来たようです。ここは無理です。このメーカーは滅んだね。あ、報酬ついた、報酬しようか。時間稼ぎじゃなきゃいいんだけどね。報告します。ご命令を。まず商業を進めてからね。よろかわないと取引を行いましょう。うん。あーし、悔しいね。歩兵しようか。ここか。5000。はっ。特にやることもなさそうだね。問題ない。じゃあ進めていこうか。ちょっと評論はきついね、多分。相手側の準備は整いました。あ、じゃあ板倉さんお願いします。税務課95、いいね、いいじゃない、いいじゃない。はぁ、95で失敗ですか。これはないよね。悔しいなぁ。この城は我らのものです。はい、北畑さんは覚えましたね。そんな強い武将いないね。北畑さんはちょっと武勇に優れてるんだよね。じゃあどうしようか。始めます。進むのです。で、こんなんでいいのかな。こっち行くふりして、いやー、始めます。あの、こっちとかの方がいいのかな。こっちの方が進むのです。2500で来てる。あ、いいね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 。いけるんじゃない、いけるんじゃない。うん、今こそ向こうに行こう。危ない危ない危ない。うちらがあれかと思っちゃった。声もかかったかと思っちゃった、今のタイミング。危ない危ない。報告します。ということは、そろそろね、ご命令。2月、来年のあれだね、2月末ぐらいから声も切り始めるかなってところかな、そしたら。かしこまりました。声も終わった後、いきなりこっちに声も多分かかる。取引を行いましょう。おっと、高い。やめ取引しよう。我らの力お見せしましょう。
取引を行いましょう。いやー、2連続で失敗は痛いぞ。2連続で失敗は痛いな。ロールはきついよね。ゆるぎます、ありがとうございます。ランスに我が名を示します。袋でしょう。甘く見ていたようですね。かたじけない。本当はこっちも行っても早いんだけど、どうだろう、こっちの方がいいような気がするんだけどな。でも井戸の方がこっちの方があれだよね、臭いも硬いんだよね。進むのです。こっちなんかすごく A でしょ、うん、こっちだったらすぐ取れるんだけどな。取った後以外行くのはかったるいような気がするんだよね。先以外行こう。あ、返しちゃったね。標高 108? そんな108の標高持たないんだけど、うん、それ考えたらこっち行った方が良かったかもしれないね。あ、でもこっち行ってもあれか、あの兵が戻ってきちゃってるか、しょうがない、ね、54日。我ら王道を行かん。あっ、進んでくるか。11日。あとこっちは何でした。26日か。我に続け。解散したね。いいね。うちらが兵糧ないっていうのが気づいてないんだね。出陣するぞ。使いの者が来たようです。六角より、あ、従属すると。ああ従属、あ、じゃあいいでしょう。とばっちりであれしたら従属してくれたね。で、そしたら評論ないからちょうどよかったね。うん、返そうか。あ、そりゃもう全部飛び地だもんね。うん、飛び地になっちゃったら従属しなきゃっていう風になっちゃうんだね。うん、よかったよかったよかった。じゃあ進めとこう。報告します。表情を行いましょう。妙案がございます。妙案がございます。対面はいいか。商業と論議にしとこうか。53、48、44。表情を終わります。本当はこっちとかいっぱい取りたいんだけどね。特に取りたいものはないね。ご命令を。商業進めて取引を行いましょう。いやー、3連続は痛いぞ。あと何日持つ。一応51日持つか。じゃあいいかな。うん、から歩兵しよう。承知。承知。こんなのいらないね。こんぐらいかな、いらないね。馬もいらないね。こんなとこかな。じゃあ進めていこうか。まあね、武田さんの後ろ2個取れれば十分だよね。
終わるか、語弊やってなかった。承知。皆、活動機を上げよう。おお。侮辱取れたのいいね。いやちょっとこれ欲しいな。片付けない。武田の武将欲しいよね。すごく強いもんね武田の武将ね。もうちょっと行ってみようか。これ負けるね。だけどこっちがうちらの方が早ければ取れるね。ここね進むぞ。こっち行くよね先にね。決まった。帰ってきちゃった。行くぞ。後に続け。あ、減ったね。ちょっと戻ってきたね。こっちの基礎福島もついてみようか。行くぞ。後に続け。ちょっとこんなんでちょっと決めようか。報告いたします。月曜、商業進めて。はっ。取引を行いましょう。いや4連続が痛いぞ。4連続痛いぞ。4連続でもまあここの時点であれすると本当に評論が厳しくなってきた時には結構変えるじゃないのかな。使いの者が来たようです。ああ無理。我ら王道を行かん。4300で来る。福島取れちゃうんじゃないのこれ。行ってみようか。ちょっと忘れられた男北条さんか。飽きないよ。始めましょう。いらない。報告いたします。まあね、チェケはね先月の収支です。ちょっと手紙はね使わないんで。さすがに5連続はないでしょう。闇取引5連続失敗ね。我らの力お見せしましょう。取引を行いましょう。4連続前だね。よかった。商業進めてなかったね。はっ。お金がなくて。しょうがない。大丈夫だよね。5200。大丈夫。勝てる。わかりません。勝てる。次なる戦も必ずや勝つ。強行54日。ちょっと埋まりみようか。いるんじゃないのかな。もう一部隊ぐらい出したいね。29、28、23、29。いらない。このぐらいでいいかな。5000ぐらいでちょっと行ってみようか。進め。このぐらいだったらね、闇取引が成功してれば取れるんで、まかないで。報告いたします。表情を行いましょう。我に策がございます。対名か。49、44、43。表情を終わります。これかな。対名がね、これアップするんで。ご命令を。そしたら商業を詰めて。は。取引を行いましょう。
ありがとうございました。ああ、と10ぐらい買えないぐらいじゃいい。で、商業は進めたから大丈夫だね、問題ないね。じゃあ進めとこう。我が野望、何人たりとも止められぬ。ああ、そうだ、信長さんもちょっと相手にしてあげなきゃ。あれか、嫉妬するか。この城、もらい受ける。ほう、触っただけだといいね。欲しいんだけど、こっち来てよ。来て欲しいんだけど、この二人強いからね。なんか能力、武勇もとつも全く一緒だね。うん。片付けない。参るぞ。参ろうか。進め。でもこれはちゃんと籠城かなんかしそうだね。進めとこう。かかれ。あ、出てきた。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。過ぎたるは及ばざるならず。マサイっぽいよ。ここまでにせよ。巨人のマサイ。ああ、ここなかったか。行くぞ。皆の者、続け。いいんじゃない？もしかして。報告いたします。かっこたてまでやってた。先月の終始です。なんかご命令を。信玄がなんか潰れそうな感じが。この片手までやってましたからね、ずっとね。承知いたしました。うん、第1話か2話ぐらいのところから、取引を行いましょう。うん、片手までやってて取引を行いましょう。と問題なさそうだね。じゃあ歩兵しようか。ここは終わってる。こっちもちゃんとやったらね。死は歩兵やってないんだ。もうね。5000、4900か。かしこまった。じゃあ行こうか。みんな勝ち時を上げよう。かたじけない。で、部分入場でなんか増えないかな。増えないか。400ぐらいしか増えないか。300ぐらいしか増えてないな。これこっち当てても取れないだろう、多分。マイル。こっち行くけど。包囲出てきたら嬉しいね。多分出てくると思う。進めとこう。攻めよ。あ、これ撃って出てきてくれた、ラッキーだね。ゆるぐなさんありがとうございます。天下聖筆、カラーディア成し遂げようぞ。部分入場でこれはちょっとは増えるんじゃないのかな。600、合流で出陣する。参るぞ。まあいいでしょう、2部隊で行けば出陣する。うん、多分こいつ出てこないんじゃないの。うん、信玄さんね、進めてこう。毛利の包囲網が終わった。飽きないよ、始めましょう。報告いたします。先月の終始です。ご命令を。ああ、ああ、兵糧来た、帰ってきた、嬉しいね。我らの力、お見せしましょう。そしたら商業ですね。承知いたしました。取引を行いましょう。かしこまりました。ありがとうございました。5400。ああ、じゃあちょっと売って、お金もらっとこう。仰せの通りに。だからこれで撤去で施設選択で砦、あ、準拳じゃちょっと残してとかいいね。忍びの里こんな感じかな。ああ、貯水できるんじゃ、やっとこう。かしこまった。
はい。かしこまりました。うん、じゃあこんな感じでいいかな。うん、じゃあ進めとこう。おお、いいじゃん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 。こういいじゃん。攻撃にしとこう。攻撃で撃っても出てこれないんで、これ勝ったね。うん、これ返そう。勝っちゃったね。うん、まさかこんなに武田信玄が脆いとは思わなかった。うん、じゃあもう一回に進みちゃおう。一気に来た。まあしょうがない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 。まあしょうがないしょうがない。報告いたします。表情を行いましょう。対面と論議でいいか。50、48、41。表情を終わります。ゲチよ。将棋を進めて。かしこまりました。取引を行いましょう。じゃあそのままね、サクッともらっちゃおう。みんな勝ち時をあげよう。はい、信玄さん来ましたね。でもどうせすぐにどっか行っちゃうんでしょ、信玄さんとか。うん、正行とかね、来てくれたのはでかいね。じゃあ返そうか。いやー、よかった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 。うん。あー、7条で一気。うん、まあ、しょうがないでしょう。まあ、信玄さんが取れたのはでかいからね。うん。ご命令を。そしたら、あれか、タイムチャップ使っとけばよかったか。我らの力、お見せしましょう。うん。取引を行いましょう。いいじゃあね。それで評論家。ありがとうございました。で、護衛しとこう。で、5000。承知しました。はい、ということで、第3話ね、この辺でね、終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。